きますよ。こんにちは。こんにちは。はい、元気なご挨拶どうもありがとう。本日は大阪南港 ATC へようこそお越しくださいました。これからこちらのステージではシルバニアファミリーと遊ぼうワクワクステージショーが始まります。みんなの大好きなシルバニアファミリーの仲間と一緒にお歌を歌ったり体を動かしたりしてみんなで楽しく遊びましょう。お姉さんはその案内役のリカお姉さんです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ今日シルバニアファミリーの仲間たちに会えるのを楽しみに待っていてくれたお友達は手を挙げて。はーい。わー、たくさんいるね。どうもありがとう。みんな楽しみに待っていてくれて、お姉さんもシルバニア村の仲間たちもとっても嬉しいです。さあ今日はクリスマスまであともう少しということで、みんなもよく知っているジングルベルの歌から始めたいと思います。みんなジングルベル知ってるかな。あ、知ってる。それじゃあお歌に合わせてみんなでちょっと振り付けを練習してみましょう。みんなもお手手を出してグーにします。お歌に合わせて鈴を鳴らすようにお手手を動かしてくださいね。それじゃあいきますよ。はい、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。鈴のリズムに光の輪が巻く。はい、こんな感じでお歌に合わせてみんなも一緒に歌って踊ってくださいね。さあ、それではお待たせしました。早速、お姉さんと一緒にショコラウサギちゃんたちを呼んでみたいと思います。お姉さんが3、はいって言ったら、みんなは一緒に大きな声で出ておいでって呼んでくださいね。それじゃあまずはみんなで大きな声で呼ぶ練習をしてみますよ。いきますよ。3、はい、出ておいで。はい、上手に言えました。さあそれじゃあ次は本番です。みんなさっきよりも大きな声で呼べるかな。それじゃあいくよ。3、はい、出ておいで。登場してくれました。改めて紹介しましょう。まずはお耳のリボンがとってもよく似合うショコラウサギちゃんです。みなさん、こんにちは。ワクワクステージへようこそお越しくださいました。今日はシルバニア村からみんなに会いにやってきました。どうぞよろしく。はい、よろしくお願いします。ショコラウサギちゃんはね、お絵かきするのが大好きな、とっても心の優しい女の子なんですよ。そしてそのお隣にいるのがシルク猫ちゃんです。みなさん、こんにちは。今日はみんなに会えるのをとっても楽しみにしていました。よろしくね。はい、よろしくお願いします。
シルクネコちゃんはとってもおしゃれで、自分でお洋服のデザインをするのが大好きなんですって。今日の3人のクリスマスのお洋服もシルクネコちゃんがデザインしてくれたそうですよ。とっても可愛いよね。さあ、そして最後はお待たせしました、グルミリスくんです。みんなこんにちは。今日はいっぱいいっぱい遊ぼうね。元気いっぱいのくるみりすくんは木登りが大得意。いつも村中のあっちこっちの木に登って遊んでいるんだって面白いね。さあ、今日はそんな仲のいい3人がシルバニア村からやってきてくれました。ところでお友達みんなはシルバニア村ってどんなところか知ってるかな？知ってる？あまり知らないかな？それじゃあみんなはショコラウサギちゃんたちの後ろを見てみて。じゃーん！これはね、シルバニア村の地図なんです。見たことあるお友達はいるかな？あ、少しいるね。どうもありがとう。シルバニア村はね、緑のお山をいくつもいくつも越えて深い森を抜けたところにある世界のどこよりも美しい場所なの。そしてそこに住んでいるのが世界中で一番優しいシルバニアファミリーの仲間たち。それぞれの家族の住むかわいいお家の周りにはいろんなお店屋さんやレストランにマーケット。シルバニア村にはみんなの大好きな、そしてみんなの憧れる場所や楽しい出来事がたくさんあるの。今日はそんな素敵なシルバニア村でショコラウサギちゃんたちがいつも遊んでいる手遊びやお歌を歌ってみんなで楽しく遊びましょう。簡単だからお友達みんなも真似っこしてやってみてね。森の中でクルミリスのお父さんが素敵な丸太小屋を作っています。さあ、お手手を出して真似っこしていいよ。
クマくんに向かって尻尾をフリフリしました。フリフリホーリーやホールディティティやホールディクックさっはっほーえへっフリフリホールディティティやホールディクックさっはっほーえへっフリフリホールディティティやホールディクックさっはっほーえへっフリフリホールディティティやホー。だんだん難しくなるよ。クマくんはお返しにペロペロパーって変な顔をしました。最後は変な顔できるかな。遊びで遊んだ次はシルバニアなぞなぞ。それじゃあシルバニア村でいつもやっているなぞなぞ遊びをしましょう。シルクネコちゃんとクルミリスくんが横でヒントを出してくれるので、答えがわからないお友達はそのヒントを見て考えてね。みんな全問正解できるよう頑張ってね。それじゃあやってみましょう。シルバニアなぞなぞ第1問。さあみんなは手拍子して。次はお手手をぐるぐる回すよ。どんぐり山のお山の上でなぞなぞ遊びを始めましょう。はい、クリスマスクイズ第2問。クリスマスツリーの飾りでよくある丸い赤い玉はある果物の代わりなのですが、それは次のうちどれでしょうか。1番リンゴ、2番バナナ。ヒントは赤くて丸い形だよ。わかったかな。みんなわかったかな。さあそれじゃあたくさん声が聞こえてきましたね。お姉さんが3入っていたらみんなで力を合わせて答えてくださいね。それじゃあいきますよ。3、はい、リンゴ。リンゴ。さあショコラウサギちゃんどうですか。ピンポーン、大正解。じゃあみんなで喜びましょう。次の問題も正解できるように頑張ってね。それじゃあいくよ。シルバニアなぞなぞ第2問。お歌も覚えたかな。1、2、3、はい、どんぐり山のお山の上でなぞなぞ遊びを始めましょう。はい、クリスマスクイズ第3問。さんは遠い北の国からある乗り物に乗ってくるのですが、それは次のうちどれでしょう。1番ソリに乗ってくる、2番ロケットに乗ってくる。わかった人。うわ、たくさんいるね。さあそれじゃあみんなで一緒に答えてね。3、はい、ソリ。ソリ。さあ、ショコラウサギちゃん、どうですか。ピンポーン、大正解。じゃあ、みんなで喜びましょう。3、はい、ララ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 ラ。
この調子で次は最後の問題ですよ。全問正解できるかな。最後はちょっと難しいのでお家の人と一緒に考えてくださいね。それじゃあいくよ。シルバニアなぞなぞ第3問。最後はもっともっと元気に。ちゃんとくるみりすくんが何かをしています。さて何をしているでしょうか。それではシルクニコちゃんとくるみりすくんどうぞ。はい、いらっしゃいませ。ここはお店屋さんのようですね。シルクニコちゃんは何か注文しているようです。すると、あ、くるみりすくん何か作り始めました。丸いものに何かを塗って、あ、ダメだ、甘くっておいしい。それから、あ、何か乗せているね。あ、またつまみ食いした。甘くって酸っぱい。なんだろう、さっきのくるみりすくん、あれいちごかな。いちごだって。いちごをたくさん乗せて出来上がり。あ、まだ内緒だよ。シルク猫ちゃん、お待たせしました。いただきます。もくもく、うーん、甘くっておいしい。さあシルク猫ちゃん、一体何を注文して食べていたのかな。あ、分かったかな。さあそれじゃあ最後もみんなで一番元気な声で答えてくださいね。いくよ、3、はい。ショートケーキ。さあショコラウサギちゃん、どうですか。ピンポーン、大正解。やったー。じゃあみんなで喜びましょう。じゃん、はい。ララ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 パチ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 。さあ、ショコラウサギさんたち、楽しい謎々と手遊び、どうもありがとう。また後で出てきてね。さあ、みんなも元気いっぱいに答えてくれて、どうもありがとう。体を動かして、少しずつ寒さも吹き飛んできたかな。それじゃあこの次はシルバニアの可愛いお話を2つ紹介しますよ。今日はシルバニアから離れたところにある町のお話です。清風岬にある灯台が素敵な土地空の見える灯台のお家になりました。ショコラウサギのおじいさんとおばあさん自慢のお家です。船の舵が飾ってあるドアを開けると、そこには素敵な家具が置いてあります。どの家具も、そして船の舵のドア飾りも、ショコラウサギのおじいさんとおばあさんの思い出が詰まったものばかり。ショコラウサギちゃんたちはそこへ遊びに行って、ショコラウサギのおじいさんとおばあさんの不思議なお話を聞くのが大好きです。お母さんの大切なお家、不思議なお話。
クルージングを楽しんだ後、みんながよく行くのは町で人気のレストランです。レストランのシェフはショコラウサギのお父さん。おいしいディナーが評判です。素敵な螺旋階段に、おしゃれなテーブルと椅子、そして何より評判なのがライオンさんのピアノ演奏が聴けること。席に通されてテーブルに着くと、普段とはちょっと違うおしゃれな気分になれるのです。シルバニアのかわいい話を2つ紹介しました。いかがでしたか？さあありがとうございます。さあ お話の次は、みんなでもっともっと体を動かして遊びましょう。シルバニア体操したいと思います。みんなはシルバニア体操って知ってるかな？あ、知ってる？今日初めてのお友達もいるかな？はい、どうもありがとう。でもね、今日は新しいシルバニア体操を皆さんに紹介したいと思います。それじゃあお友達はお席を立って、こんな風にいろんな体操が出てくるので、みんなはショコラウサギちゃんの真似っこして元気いっぱいに体操してくださいね。さあ、それじゃあショコラウサギちゃんたちも呼んでみましょう。ショコラウサギちゃんたち、出ておいで。シルバニア体操始まるよ。まずは背伸びから、ビヨンと横に揺れます。ニコニコ笑顔でご挨拶、みんなにご挨拶、お手手を振って、おはよう。さあ、今日は何してあげます？スキップするよ。スキップ、元気よく前に進んで、お手手つないでキラキラ、右足を
はジャンプ、もっともっと高くジャンプ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 、大きくジャンプ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 、大きくジャンプ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 、大きくジャンプ、自由にしてくたびれた。最後は深呼吸、せーの、吸って吐いて、元のお席に戻ってください。はい、気をつけて戻ってね。さあ、お友達みんな元気いっぱいに体操してくれてどうもありがとう。さあ、最後はショコラウサギちゃんたちが一緒に遊んでくれたお礼にお歌とダンスをプレゼントします。みんなとまたどこかで会えますように。それじゃあ行くよ、フィナーレ。お友達は手拍子で応援してね。かわいいお歌とダンスをどうもありがとう。お友達みんなもたくさん応援してくれてどうもありがとう。これでシルバニアファミリーと遊ぼうワクワクステーションはおしまいです。みんなは楽しかったかな。楽しかったお友達、はーい。あー、たくさんいるね、どうもありがとう。さあ、この後はあちらにありますシルバニアファミリー遊びのお部屋にてショコラウサギちゃんたちとの握手撮影も行い、握手撮影会も行います。なお、こちらステージの右側にはクリスマス限定のシルバニアファミリークリスマスバッグを販売しております。1つ500円でとてもお得ですので、皆さんどうぞこの機会にゲットしてくださいね。あ、クルミにスーツを持っています。はい、さあ、それじゃあ最後はみんなまた会えるように、またねでお別れしましょうね。みんなもお手手を出